方、57歳カズ、JFL 今季12試合に出場した結果。JFL 鈴鹿のカズこと三浦和義が24か、丸安岡崎との今季最終戦で途中出場。4試合ぶりの出場で、自身が持つリーグ最年長出場記録を57歳272日に更新。今季は12試合に出て得点なしという結果に終わった。左脚が万全でない中懸命に走り回るも、終盤にゴール前の好機を決められず、FK も壁に阻まれた。試合は1-1で引き分け。来季もチームに残留して現役続行する。普通の選手だったらクビだよね。カズと交代させられる選手の心境いかに。もうすぐ還暦のおっさんと交代やからな。シーズン通してこのレベルで無得点とは全盛期を知っている私からしたら悲しい。せめてカズに PK が蹴らせてあげてほしい。最後に1点取れれば引退するのではないか。てかフリーキック蹴らせてもらってるのな。チームの戦略としてカズが蹴ってるのか、単なる接待なのかが気になる。バーレーン戦に勝ったら消化試合だからカズ出してやれよ森安。そしたら気持ちよく引退できるんじゃねえか。試合にちょろっと出ただけでニュースになる男。それがカズ。オーバーエイジ枠あるなこれ。プロの肩書きが欲しいんかな。ホンダみたいに色々と栄養活動してる風でもないのによくわからんわ。サッカーしたいだけならイチローみたく引退して好き勝手やればよいのに。ボールを呼び込み稀に触れる機会が訪れてもすぐ話すことしかせず、全くボールを持たないし肝心のシュートチャンスには空振り。ピッチ上でできることがほとんどないのは日を見るより明らか。カズは2年前の鈴鹿所属時、1シーズンで2得点という数字に結果がついてこずプロとして責任を感じると発言されていました。ずっとゴールもアシストも少ないまま何年遡ればチームに貢献できた数字が出てくるのでしょうかね。記事内で触れられた部分が懸命に走り回ったが決定機外したって、そんなこと誰にでもできるんだよな。